タグビラランは、フィリピン中部ボホール島の西南部にある、港湾都市である。ボホール島で一番大きな町で、ボホール州の州都でもある。面積は32.7平方キロメートルで、海岸線の長さは13キロメートル。バラン街の数は15、人口は2007年現在で92,297人で、年々増加している。タグビラランは、 マニラからは東南へ 630km ほど、セブからは南へ 72km ほど。セブやマニラからの航空機が着く空港を要する、ボホール島の玄関口であり、島周辺のリゾートへの拠点である。タグビラランは、ボホール州の政治、交通の中心であるが、観光業、金融、食品工業など、経済の中心地でもある。また、ボホール大学。 ホーリーネーム大学など高等教育機関のある教育の中心でもある。タグビラランの町はスペイン人による征服以前は中国やマレー半島との交易で栄える集落だった。スペイン人のコンキスタドールであるミゲル・ロペス・デ・レガスピはフィリピンへ向かうべくメキシコを立ち、1565年3月にボホールに到達した。彼はボホール島に住む領主のシカトゥナと和平を結び、 現在タグビララン市域に属する海岸で、互いの左腕を切ってその血を一つの容器に注ぎ、ワインと混ぜて飲む血命を交わした。この出来事は、毎年7月の間ずっと続くサンドゴフェスティバルで祝われている。レガスピのセブマニラ制服によりフィリピンはスペイン領となった。 タグビラランは1742年2月9日に東隣のバクライオンの町から分離し独立した町となった。1966年7月1日、タグビラランを死とする法律に基づき、タグビララン氏が成立した。タグビラランは、米非戦争において、アメリカ軍に、太平洋戦争において、日本軍に占領され、大きな人的被害が出ている。市内のウブンでは、 ボホール人のフランシスコ・サラザール大佐が、ビセンテ・キューベロの偽名を使いゲリラを集め決起し、日本軍と戦った。サラザール自身も戦死するなどの被害を出したが、この勇気は現在も称賛されている。2013年を発生したボホール自身の地震により、市内で3人が死亡、21人が負傷したほか、港や空港のターミナルが損傷するなどの被害が生じた。 ありがとうございます。